師匠、どうも魂。お前なんかちょっと待て待て、お前にちょっと話があるんだ。魂さんよ、やっぱり俺はお前のことが気に食わねえようだ。なぜかわかるか、なぜかわかるか。答えは簡単だ。お前からネバーに対して、そして俺に対しての思いがこれっぽっちも感じねえんだよ。はい、中途半端な思いでネバーをやるんだったら、二度とタイトルマッチができないような体にしてやるからな。おい、田中橋、田中橋、逸材ともある男が再起をかける、小さいこと言ってんじゃねえよ。おい田中橋、お前だったらこのネバー戦、身体をかけるつもりで挑んでこい。1.30、愛知、楽しみにしてるぞ。確かに俺もプロレス17年目だが、なあ、客入れての後楽園でこんなに少ないとこで試合するのは初めてだ。だがよ、客が少なかろうが、見に来てる客がいる、配信を見てるファンがいる、そして対戦相手がいる。だったらプロレスラーは戦うしかねえんだよ。今シーズンは俺だけじゃねえ、武士もヒロムも真田もテーマがある。あ、内藤だけは暇らしいけどな。まずは俺が結果残してやるじゃねえか。 1.30 愛知、暴れるのごとくとことん暴れ狂って、このネバーを必ず守り抜いてみせるからな。俺の言いたいことは以上だ。よし、今日でまた、改めてだ。もう一度、思い知らされたよ。俺の相手は、高志郎だ。覚えてるぞ、俺がデビスです。愛媛の今治でお前と第一試合でシングルしたことも覚えてる。そんな何年も前のことも俺は覚えてんだよ。言っただろ、根にも伝えこなかって。高橋宏夢、あんたにはいろんな思いがある。だからこそビッグマッチのメインでベルトをかけて IWGP ジュニア100キロ未満最強のベルトをかけて戦えるのがすごく嬉しいし、嬉しいだけじゃねえんだよ、俺には勝つしかない。前哨戦続くな。ベルトがかかってない前哨戦でもお前とこうしてやれることがすっげえ楽しくてたまんねえよ。広島、さらに俺とお前で最高の試合しよう。
ちゃくちゃかっこいい。むちゃくちゃ説得力あるよ。けどね、ネバーは俺にとって目的ではなく手段だから。取ったらまた変わるかもしれないけど、高木に言いたい。そのネバーの先のベルトは見てないのか。いっぱいベルトがある、そういう時代です。けど一番を目指さないと。これが俺の意見です。心に響くマイクだったんじゃないの、高木慎吾の。素晴らしいよ。まあ俺と川とのシングルマッチは広島だから、まだまだこの先長いよ。まあゆっくり楽しもうなんてね、気分はもう俺にはないわけで、開幕早々に2連敗して、ましてや初戦川とにテリブレを切り返されて丸め込まれてるからね、楽しんでる余裕はないよ。でもね、そう焦らずにこの先もね、毎日顔を合わすわけだから、まあ広島までに、なんだろうな、まあ爪痕の残せる全勝になればいいんじゃないか。こんなにも楽しいだなって、ここ来る前に俺あそこでちょっと喋りながら来ちゃったから結構コメントしちゃったんですけどね、なんか、まあ、向こうではもうすごい楽しかったっていうのを独り言のように喋って、それがちょっとコメントかのようにちょっと訳が分かんなくなっちゃいました。ちょっと申し訳ないです、申し訳ないですけど、お伝えしたいのはすごい楽しかった、ショートの試合はすごい楽しい、でも一つだけ悲しいことがあるんだ。昨日のコメントでどうやら旗揚げ記念日イブシとやりたいと。まあ翔がイブシコウタの大ファンということは俺も知ってるけど、寂しいな。おい翔、まさか俺とやる前にもうこの IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンのつもりか。俺と戦う前にもうお前はチャンピオンになったつもりなのか。寂しいじゃねえか、それが一つだけすごい寂しいんだ。でも俺はお前とやるのがすごくすごく楽しい、あまりにも楽しすぎて前哨戦で潰してしまいそうだ。まあ言いたいことはリング上で全て言ったんで、一つだけ田中はよ、昨日もな試合後見てたよ、あんだけ愛を叫んでるがやっぱり偽りなんじゃないか。おい、俺は前にも言ったけど八方美人は嫌いなんだよ、田中宏。じゃあこのネバーに対しての愛情、真心はどこにあるんだ。お前があるのは真心じゃねえよ、下心だよ田中。ネバーに恋してるぐらいじゃ取れないぜ。ネバーに対して真心があるのは俺だけだ。以上。